身延山久遠寺の周辺には数多くの宿坊がありますが、10月31日水曜日の山梨イマジンはその宿坊の一つ、かくりん坊の女将樋口純子さんを紹介します。あることがきっかけで外国人観光客から注目される宿坊になりました。その具体的な PR 方法や熱い思いなどを語っていただいています。10月31日水曜日の山梨イマジンは午後6時55分からの放送です。ぜひご覧ください。